あ、こんばんは、パパゲーノです。いやー、今日も寒いですね。いや、今日の夕飯はすき家にしようと思いましてね。前哨の株主優待券が余ってるからなんですけどね、とりあえず牛丼並みを食べて、あとね、サイドで唐揚げ食べようと思ってたんですよ。唐揚げにね、それからまたこれウイスキーあるからさ、炭酸もありますから、だから唐揚げにハイボール、さらにイカはるかさんとかいたりするとね、もうたまんねえだなって思いながらね、こうウキウキワクワクでね、すき家に行ったんですけどね。まあそしたらなんとね、唐揚げがね、品切れになってました。唐揚げとイカはるかがガラ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 とかってこんな感じですよね、もうね。ということでね、まあしょうがないんでね、ポテトサラダにしましたけどね、それと牛丼並み、まあちょっと気を取り直して一杯やりたいと思います。いや、こんなことだったらね、ちょっと近所のスーパーで別のなんか揚げ物買ってくるんでしたよ。あ、そうか、帰りに買えばよかったんだ。まあいいや、もんかな。はい、じゃあお疲れ様です。乾杯。まあまあ、唐揚げはなくてもハイボールはうまい。あ、七味忘れちゃった。まあいいや、なんかいろいろ忘れてんな。ポテトサラダね、今日ごまドレッシングです。この組み合わせね、ついこの間も食べたばっかりっていうか、動画にしたような気がするんだよな。だけどね、いつもこうなっちゃうんですよね。ということで、まあ、とりあえずいただきます。で、唐揚げの身代わりとなったポテトね、そう言うとなんか惨めっぽくなってしまうけど、あ、ファンヒーターの灯油が終わってしまう。めんどくせえな、入れるの。でも暖房使わないとね、もう寒くて死んじゃいそうです。僕の知ってる方でね、とんでもなく寒さに強い人がいるんですよ。あのね、真冬に、まあ、バイク乗ってるんですけど、まあ真冬でバイクって人はまあチラチラとか結構いますよね。だけどね、その時にね、防寒対策ゼロなんですよ。手袋は軍手、それからね、上着なんかこうペラペラのね、なんかビニールのさ、上っ張りみたいな羽織って、ズボンもやっけめくるとそのままスネが見えてくるような感じで、で頭にハンキャップ、そんな格好でね、一日バイク乗りましてですよ。で、本人曰く暑いの嫌いだからそうしてるそうなんですよね。真冬ですよ、真冬。すごいんだよな。だ、そういう人ってやっぱり生まれながら免疫力強いんでしょうね。だ、風邪も一度もひいたことないらしいです。ちなみに将棋の加藤一二三九段も、いわゆる一二三ね、風邪ひいたことないらしいですね。世の中そういう特別強い人いるんですよね。だからひふみんなんか体型で、で現役の頃なんか1日うな重2回食ったりとかしてたんですけどね、それでもね、健康診断やると全然健康という結果が出てきていたらしいんですけど、ね、信じられないですけどね。まあね、そんな感じでございます。何言ってたんだかよくわかんないけど、まあ、井川遥香さんの唐揚げ食いたかったな、おはようございます。今朝は粗食です。これ一見山崎のランチパック風なんですけど、違うんですね。フジパンと全粉流スナックサンド、ツナ&焙煎ごまマヨだそうです。そう、ランチパックよりちょっと安いんですよね。これはいくらだっけかな、トライアルで99円だったのかな。でも賞味期限過ぎちゃった。これ先日の日曜日にね、探索に行くときにおやつじゃないや、お弁当に持って行ったんですけどね、結局食べずに持って帰ってきたので置いてあったやつです。こっちはあれ、牛乳に溶かすカフェオレなんだけど、本当はアイス用なんだけど寒いんでレンジで温めました。これもね、温めた方がいいね。ちょっと今温めてきます。20秒だけ温めてきました。パンパンになった。いただきます。やっぱり温かいととりあえず美味しいですね。要はこれツナにごまドレッシングかけて混ぜたようなもんなのかな。まあちょっと酸味も確かにあるな。それマヨネーズの味なんだろうな。まあでも、でも美味しいです。はい、こんばんは、パパゲーノです。夕飯はラーメンですね。なんかタンメンのつもりだったんですけどね、まあなんだか微妙な感じですね。はい、なんか外バイク走ってんな。まあタンメンといってもね、もやしとキャベツとわかめだけなんですけどね、多分これ絶対飽きると思ってね、キムチも出してきました。あ、じゃあいただきます。おかずがない今日は。後で晩酌の時にもうちょっとおかずっぽいの食べようと思ってます。
晩酌という楽しみがあるからね、夕飯粗末でもいいんですよね。今日アップロードした地下壕の動画、出足はそんなに良くないですね。まあまあ、でも公開後3時間40分の時点でのアクセス数はね、直近10本の中では7位で、これなんかダメ出し来てますよ。ユーザーが YouTube でこの動画を選択して視聴する割合は、チャンネル内の他の動画に比べて高いですが、最後まで視聴する率は低いようです。タイトルとサムネイルが動画の内容を適切に表すようにし、視聴者に誤解を与えないようなものにしてください。誤解はないんですけどね、ちょっと長すぎたかな、飽きられちゃってるのかな。僕のまあ動画全般そうなんですけどね、予定通りにいかないんですよね。よく言えば流れに、悪く言えば行き当たりばったりで撮ってるもんでね。だからね、なんていうか起承転結とかこうつくようなもんじゃないんですよね。だからどうしてもそうなっちゃうんでしょうけど、なかなか難しいもんですね。てかラーメン伸びちゃうから食べよう。さて晩酌タイムです。今日フェマールさんがライブやってるんで見ながら飲もうと思います。音ね、多分ね、ほんと著作権の問題で音漏れるとまずいんで、一応ヘッドホンね。謎メーカーのグレープフルーツ杯、これ 4% しかないや、おかしいな、 9% 買ってきたつもりだったのにさ。てかまあよく見てなかったんですけどね、要はね。最初こうよく買い物でやるんだけど、最初欲しいものがあって、あ、これにしようとかって思ってたら、他のもの見てて、あ、こっちの方が安いやとかさ、そういう風の見てるうちに、なんかいつの間にか元の考えていたものと仕様の違うものを買ってしまうってこと、しばしばありますよね。いや、ありません、ない、僕だけ。まあいいや、乾杯。フェマールさんは雨っていうか雪の中の福井市内をドライブしてるようですね。ああ、福井はすごいな。あ、もうなんか道が結構雪積もってますよ。これはそうですね、これスタッドレスないと怖いよな。福井の人は当然普通に冬場スタッドレスに履き替えてんでしょうけどね。あ、そうだ、つまみを紹介するの忘れてた。またキュウリチカ作りました。もうこんだけ食べちゃいました。それから、バターピーナッツね。今日久しぶりに動画もアップロードできたし、もうちょっとゆっくりさせていただきます。でも明後日の土曜日にもアップロードしたいですね。一応メインチャンネルね、週に2本はアップロードしたいなとかって思ってんですけどね、なかなかうまくいかないですね。困ったもんだ。あー、ということでした。それではおやすみなさいと言っときながらね、まあでもこれね、アップロードするの多分昼間だと思うんですけどね。はい、まあ今夜だから、ということでした。